こんにちは、皆さん。これから私は私のお友達のチャイヨさんの趣味について発表します。チャイヨさんの趣味はスポーツをすることです。彼は小学生からスポーツをすることが好きになったんだと言いました。はじめにチェスを習って、今までチェスをするのが好きです。中学生の頃、サッカーとフットサルが好きになったそうです。チャイヨさんにとってスポーツは面白いですから、もっと好きになりました。彼の他の好きなスポーツは水泳です。でも、最近あまりしないようです。チャイヨさんはスポーツ全国大会に参加したことがあります。憧れアスリートはいないですが、自分の理由でスポーツが好きになったと彼は言いました。今、怪我をしたから、しばらくフットサルをしないそうです。時々彼は友達とチェスをします。これで私の発表を終わります。問題があればどうぞ聞いてください。